おはよう,うんうんそれでへえすごいねあのさ一つ聞くけどさ何で私に話しかけてきてくるの私と話してても面白くないでしょそれに私最近そっけない態度取ってるよね それがどういうことか大体わからないかなへえわからなかったんだじゃあ今ここで教えてあげるこういうことあんまり言いたくないけどさ意外と話って漏れるものなのよ私さ知ってるんだよ私に嘘の告白するっていう罰ゲームしてるんでしょ 一つ言わせてもらうけどさ、そういうのやめた方がいいよ。言われなくてもわかるでしょ。そんな幼稚なことを続けることが楽しいの違う罰ゲームだから断れない。じゃあ私がやめてって言ってあげるからさ。何待ってって。なんでそんなに引き下がるの 本気で君のことが好きだからあっそう、じゃあごめんなさいあなたみたいな人とは付き合えません大体何で今の流れから告白してくるのよ普通に無理でしょ考えたらわからないずっと好きだったから何それ本当に気持ち悪いんだけど 気なら好きなならりの態度とか接し方があるじゃん君小学生みたいだよとにかくさもうこれ以上私に関わらないでほら向こうで君のお友達さんがニヤニヤして待ってるよ多分今の告白聞かれたんでしょうほら言ってくれば笑い話にでもしてくればじゃあもう二度と関わらないでね その…久しぶりだね驚いてないで返事しなさいよ何私から声かけてなんか悪い確かに二度と関わるなとは言ったけどさ何て言うか言葉のあやみたいなもんじゃん結構時間経ってるんだし別にいいでしょとりあえずさ 少し場所変えようここなら誰も来ないよねよしとりあえずは大丈夫そうね今から私が言うことちゃんと聞いてて一度きりしか言わないからしっかり聞いて私と 付き合ってください。何そんなに驚いて理由それを聞くよりあんたの返事からじゃない今返事をくれたら理由を教えてあげてもいいわよそうごめんなさいね理由は簡単 私が罰ゲームで嘘の告白をするって内容だったからただそれだけさあ用事も終わったことだしどっか行ってくれるあやっぱり待って聞き忘れてたことが一つあったなんで私を振ったのへえ他に好きな人ができたのね ありがとうもう言っていいよ。なんてね <laughs> 君に断る権利なんてあったんだ人として最低なことしといてさ騒がないでもし変なことしたら大声出すよ私泣く演技だけはすっごく得意なんだどういう意味かわかるよね 最初は私に話しかけてきてとっても嬉しかったの。私、人とのコミュニケーション苦手だからさ。普段から話すような友達もいなかったし、誰も近づいてきてくれなかった。でもその中で、君だけが話しかけてきてくれた。君だけがずっと私と喋ってくれた。多分そこから、君のことが ずっっと好きだだたんだろうねでもさ知っちゃったの君の罰ゲームの話あの時は君のこと最低って思ったよだから君の告白を振ったでも君と距離を置いてから気づいたの私には君が必要なんだって君がずっと話しかけてきてくれないことが こんなにもつらいだなんて思ってなかった3ヶ月さすがにつらかったもう耐えられなかっただから君に告白した罰ゲームなんて嘘までついて罰ゲームをし合うような友達なんていないのに 考えたらすぐにわかるのにさ。私も最低だね。でもこれでお会いこだから、もういいよ。全部水に流さ。だから、君も好きな人がいるなんて演技、もうやめていいよ。大丈夫。今なら許してあげるからさ。 ほら本当の答え聞かせて今の状況を考えたらすぐにわかるよね何が答えかなんて <laughs> そう私も君のことが大好きだよあと一つ教えてあげる私手段とか選ばないタイプなのよさ見したり浮気したら もう言わなくてもわかるよね。絶対に君のこと、話さないから。